高麗人は、ソビエト連邦崩壊後の独立国家、共同体諸国の国籍を持つ朝鮮民族。高麗とは、朝鮮半島に10世紀から14世紀まで存在した国家で、悲観事件では、朝鮮民族のことを英語では、コリアン・ロシア語では、カリエ,エーツというように、朝鮮民族の呼称として、高麗人にあたる語が広く用いられている。旧ソ連地域の高麗人は、 その多少としての、高来人が自称に転化したものであり、これをサラムと読む。現在の主な居住地は、ロシアをはじめとして、ウズベキスタン、カザフスタン、タジキスタン、トルクメニスタン、キルギス、ウクライナなどである。約50万名の高来人が、中央アジアを中心に居住しており、 ロシア南部のボルゴグラード近郊やカフカース、ウクライナ南部にも高麗人コミュニティが形成されている。これらのコミュニティは19世紀後半まで朝鮮と境を接した宴会州に居住していたが、1930年代後半から第二次世界大戦中にかけて中央アジアに追放された高麗人によって形成されたものである。カラフトにもロシア本土とは別に、 ザイカバコリアンが居住している。19世紀後半から20世紀初頭にかけて、ロシア本土へ移住した者たちとは異なり、カラフトにおける、朝鮮人は、主に1930年代から1940年代に、かけて主に、軽症道と、全羅道から移住した者たちと戦後に、北朝鮮から労働者として渡っていった者たちである。前者は、 第二次世界大戦期の労働力不足を補うために、南から太へ、出稼ぎや徴用によって移住していた。19世紀の李氏朝鮮は、国政が混乱して、少数のヤンバンたちが大部分の土地を独占するようになった。現在の高麗人の祖先脱は、中国の朝鮮族と同様に故郷を離れ、李氏朝鮮北部からロシアを目指したが、真の領地がそれを阻む形となった。 それでも、朝鮮人移民第一期となった761、家族5310人は、当地震の領土だったシベリアに移住した。同地は1860年の北京条約によって、ロシアに割上されることとなった。帝政ロシアは、人口の少ない沿海地域を、入植地として解放した。朝鮮半島北部はもともと農業には、厳しい気候であった上、 ひとたび飢饉が起こると農村は疲弊した。厳しい生活から逃れるために、休防農民が北へと流入した。その後も、多くの農民たちがシベリアに移住するようになり、19世紀末には、その数が急増し、1869年には、朝鮮人が、沿海州における人口の20%を占めるようになった。シベリア鉄道が完成するより前に、 極東ロシアにおける朝鮮人の人口はロシア人より多くなり、地方管理たちは彼らに帰化を推奨した。1897年のロシア帝国の人口調査によれば、ロシア全体で朝鮮語を話す人口が2万6005人という結果が出ており、この頃には多くの都市に高麗人村や高麗人農場ができるようになった。20世紀初頭にロシアは日本と 朝鮮半島における権益をめぐって対立するようになり、1904年には日露戦争が勃発し、戦争は日本の勝利に終わった。1907年にロシアでは日本の干渉によって朝鮮人を排斥する法律が制定され、朝鮮人の農場主は土地を没収され、朝鮮人労働者たちは職を失うこととなった。同時に、 ロシアは朝鮮独立運動のためのシェルターとなり、朝鮮人の民族主義者たちと共産主義者たちは、シベリアや遠海州、満州に亡命した。1917年10月の10月革命と、東アジアでの共産主義の台頭とともに、シベリアは在ソ連朝鮮人の日本に対抗するための独立軍要請の基盤になった。 1919年にウラジオストクの新館村に集まった朝鮮のリーダーたちが3.1運動を支援した。この村は軍隊の物資補給を含めた民族主義者たちの足場となったが、1920年4月4日には日本軍の総攻撃によって100人以上が死亡した。ウラジオストクに移住した朝鮮人たちはキリスト教を受け入れるなど積極的に ロシア文化に順応するようになった。何よりも日本の影に怯えることなく働くことができるということが移住の最大の理由だった。1922年にロシアで共産主義を掲げるソビエト連邦が成立すると日本は共産主義革命の波及を恐れて朝鮮半島北部で国境を接するソ連と激しく対立するようになった。一方で ソ連国内における、高来人の人口は、1923年に10万6817人にまで増加し、翌1924年から、ソ連政府によって、国内の高来人の人口を抑制するための対策が取られるようになったこともあって、1931年に、かつては、比較的出入りの緩やかであった朝鮮と、沿海州の国境は閉鎖されることとなった。 日本軍によるシベリア出兵以来、日ソ両国は互いを仮想敵国とみなしていたが、満州事変以降、ソ連の指導者、ヨシフ・スターリンは、宴会州に居住する高麗人住民が、日本のために、スパイ活動を行っていると考えるようになった。実際、満ソ間の国境不確定地帯において、長年にわたり、日ソ双方によりスパイ戦が行われていた。また、 満州において、抗日戦を展開しようとしていた、中国共産党との協力体制を構築するためにも、自国内に、スパイ活動の恐れのある民族をとどまらせておく、わけにはいかなかったとも言われる。スターリンのもとで大粛清が開始されると、高来人のスパイ活動への関与の疑いが高まり、高来人のほとんどは、日本側の活動とは、無関係であったにもかかわらず、 ニコライエジョフの報告によると1937年10月25日までに宴会州に居住していた36,442家族171,781万人の高来人が対日協力の疑いで中央アジアに集団追放されたと記録されている。強制移住先の中央アジアの乾燥地帯は濃厚には不向きな土地で、 ソ連政府によって保障されていたはずの式に援助は受けることができなかったことに加え移住させられたもの,のほとんどが稲作農家や漁師だったこともあって乾燥地帯への適用に困難を伴った。1938年までに少なくとも4万人の高来人が死亡している。しかし他の場所から強制連行されてきたドイツ人、チェチェン人、 トルコ人らと協力し合いながら、灌漑施設を設置するなどの工夫を重ねた上で、稲作を始め、移住から3年後には不毛の大地を、一大農業地帯に変えることに成功した。その姿勢が評価され、ソ連共産党から模範的社会主義者として、表彰されるものもあった。独祖戦には372人が参加し、そのうち195人が死亡、または、 行方不明となった。戦後も軍事的な用地である宴会州に高来人が戻ってくることによって不安定要素が生ずることを望まないソ連当局の意向によって高来人は宴会州や朝鮮に帰還する権利を認められずその後も多くの高来人がそのまま中央アジアに住み続けた。スターリンの死後法的には移動の自由が認められたが 一般のソ連人と同様、実際に移動の許可を得るに、までに多大な労力を要し、また、高来人の現地への定着が進んでいたため、宴会集に帰還するものは、ほとんどなかった。また、グラスのスチが始まるまでは、強制移住に対して発言することは許されなかった。ロシア居住地への帰還を認める。 ロシアの高来人の名誉回復に関する法が1993年に成立したが、具体的な手続きはなく、機関の手助けとはならなかった。2002年の人口調査では、148,556人の高来人がロシアに居住し、男性が75,835人、女性が72,721人だった。そのうち25%は、 シベリアと極東ロシアに居住している。同地の高麗人たちは、その移住経路が多様で、1937年の強制移住から帰ってきた CIS 諸国の国籍を保持した3万3000人以外にも、約4000から1万2000人の北朝鮮からの移住者も確認されている。大韓民国や中国少数民族出身の高麗人も定住し、 投資を行うなど、国境貿易に参加している。ウクライナ2001年の人口調査では、高来人を自称する者が12,711人、存在しているという結果が出たが、これは1989年の8,669人より、大幅に増加している。特に人口が多い都市は、ハルキウ、キエフ、オデッサ、ムイコラーユチェルカー水、リビウ、ルハーンシク、 ドネツィク、ドニュプロペトローシク、ザポリージャ、クリミア半島などである。ウクライナで一番規模が大きい、高麗人コミュニティは、ハルキウにあり、約150人の高麗人家族が居住している。最初の朝鮮語学校が、1996年に開校している。中央アジアソ連崩壊後、50年を経て、生活基盤が、 中央アジアに完全に定着してしまった。高麗人の多くは、そのまま中央アジアに住み続けているが、中央アジア諸国はいずれも民族主義的思考が強く、ロシアに流出する傾向にある。例えば、ソ連時代、モスクワの高麗人の人口は数千人に過ぎなかったが、1990年代末には1万5千人にまで達している。同地域における、 高麗人は、その多くがウズベキスタンとカザフスタンに居住している。カザフスタンにおける高麗人文化は、かつての首都だったアルマトイを中心に発信されており、同都市では、中央アジアでは、唯一の朝鮮語新聞である高麗日報と朝鮮語劇場が運営されている。カザフスタンの人口調査では、1939年には96,500人。 1959年には7万4000人、1970年には8万1600人、1989年には10万700人、1999年には9万9700人の高来人がそれぞれ記録されている。ウズベキスタンのサマルカンドにある高来人墓地ウズベキスタンの高来人たちは農村地域に広く散らばっている。同国では、 高麗人たちが、公用語である、ウズベク語ではなく、ロシア語を常用しており、言葉の壁にぶつかるケースが続発することとなった。ウズベキスタンの独立後、多くの高麗人たちがウズベク語を話すことができない、ために、失業の浮き目に遭うこととなった。その一部は、極東ロシアに移住したが、そこでも、生活の困難に直面することとなった。 2017年現在ウズベキスタンでは18万人が居住し、約6万人が首都タシケントに集まっている。強制移住から80年の節目である2017年、タシケントにあるソウル公園で記念碑が建てられた。この式典にはソウル市市長も参加した。タジキスタンにも小規模ながら高来人コミュニティがある。ウズベキスタンと カザフスタン以外の地域への移動を禁じる規制が緩和された1950年代後半から1960年代前半にかけて、高麗人たちの同地への大規模な移住が始まった。移住の引き金となったのは、豊富な天然資源と温暖な気候だった。同国における高麗人の人口は1959年に2400人。 1979年に1万1000人、1989年に1万3000人にまで増加し、そのほとんどが首都のドゥシャンベに住み、少数ながらクルガン鉄波とホジェンドにも居住する者もいた。他の中央アジア諸国の高麗人と同様に、タジキスタンの高麗人たちも他の民族より高い平均収入を誇る傾向があった。しかし、 1992年5月に勃発したタジキスタン内戦により多くの高来人たちは同国を離れることとなりその人口は1996年までに7年前の半分以下となる6300人にまで減少した内戦終了後の2000年にもイスラム解放党のメンバーがドゥシャンベにある高来人のキリスト教教会で爆弾テロ事件を起こし9人が 死亡30人が重軽傷を負う事態となった。現在も同国に残っている高麗人のほとんどは農業と小売業に従事している。無国籍となった高麗人ソビエト連邦の崩壊以降一部の高麗人たちは無国籍となった。ソ連時代に連邦だった国々がロシア国籍を認めなかったためにそれぞれの国籍を再度申請しなければならなかった。 これを知らなかった、書類の紛失、住民登録の失念、経済的な余裕の有無、パスポートの再申請の不可などの理由により、無国籍者が存在している。この背景には、生まれ育った家庭が貧困だったため、教育など、社会生活を送る上で必要な情報を得られなかったという事情があり、このような不利益は彼らの子孫にまでそのまま受け継がれてしまっている。 CIS には現在、高麗人全体の10%に当たる、約5万人の無国籍者がいることが推測されている。こうした事態に対して、韓国政府は2007年から、現地の国籍を取得させるための外交活動と、法的支援といった、無国籍高麗人支援事業を開始し、ウクライナでは、移民局が、ウクライナ国籍がない、高麗人の身分を、 韓国大使館が証明すれば国籍回復手続きを手助けできるという意向を明らかにしたものの各国の法律や文化的な障壁に阻まれ成果を上げるには至っていない。朝鮮半島に帰還した高麗人ソウル特別品各三広堂にある高麗人を対象としたキリスト教,教会。同じ建物の1階にはキルギス料理店が見られる。 第二次世界大戦前後に小規模ながら高麗人の朝鮮半島への帰還移動があった。主なグループとしては日本統治下における諜報活動を行うために派遣されたもの。大戦後の1945年から1946年にかけて到着した赤軍兵士1946年から1948年にかけて 北朝鮮に到着した各方面の指導者。一身上の都合でソ連から北朝鮮に渡った一般人に分類される。前述した通り、中央アジアにおける高麗人の貧困法制ぶりが評価されたことにより、第二次世界大戦末期から対日戦争を睨んで、ソ連当局は一部の高麗人を軍、共産党に受け入れ始めた。彼らは終戦後、 北朝鮮の経済再建や朝鮮人民軍の創設に大きく貢献したが、ほぼ全員が粛清されることとなった。後に大規模な韓国への労働移住が展開されることとなった。2005年の時点で1万人ものウズベキスタン人が韓国での労働に従事しており、その大部分が高来人である。韓国からウズベキスタンへの送金は、 毎年1億ドルを超えると見積もられている。韓国では1945年の政府発足時点に国籍を有した高麗人の韓国での帰還を認めているが祖父母が韓国籍と定められ4世は成人になると出国する必要がある。中央アジアへの移住以降の高麗人たちは稲作農家として暮らしていた以外にも周辺の遊牧民とはほとんど交流せず、 教育に重点を置いた、現地人とは異なる様式の生活を送ることとなった。また服装に関しても、この頃から、半服の着用を止め、中央アジアで着られているスタイルのものより、西洋式の洋服を着る生活を送るようになった。著名な食文化としては、人参で作ったキムチである、マルコフ茶が挙げられる。高来人コミュニティにおける、生活風習は、 様々な変化がもたらされることとなった。結婚に関しては、ロシア式のスタイルが取り入れられることとなった一方で、葬式に関しては朝鮮における伝統的な方法が受け継がれることとなった。また名前に関しては、すでに亡くなった世代のものの場合、伝統に則っ,って、漢字で表記されているが、現在存命しているものの場合、スターリン時代の影響もあって、 漢字を介する者はほとんどいないため、ハングル文字のみで表記されている。一方で、一歳の誕生日と観光の儀式は、葬式と同様に伝統的な方式が受け継がれることとなった。大戦後に生まれた高麗人は、ソビエト連邦という多民族国家で育った影響から、異民族との交流を盛んに持つようになり、韓国。 朝鮮人が単一民族国家意識が強いのとは、正反対である。無宗教者が多かったが、ソ連崩壊前後の時代から、キリスト教が増えた。韓国からの宣教師の影響もあるが、イスラム教徒が多い中央アジアで、新しいアイデンティティを探していることも関係している。高麗人には、お害、野害、湯い、えがいなど、がいのつくせいがよく見られる。くれ。 柳、元などといった、朝鮮の姓が変形したもので、それらは、大抵の場合、ハングルでいうパッチムのつかない、単音説の姓である。なぜ、害がついたのかは定かではないが、ロシア人の入国管理官に姓を尋ねられた際、朝鮮語で、家ですと答えたところ、朝鮮語に明るくない管理官に、害の部分まで、性の一部だと誤解されたのだという説はよく知られている。 スターリン時代、高麗人は公式の場で朝鮮語を使用することを禁止され、学校の授業もすべてロシア語で行われた。スターリンの死後、これらの制限は撤廃されたが、ソ連社会に同化した。高麗人は、進学や社会的英達に有利なロシア語を母語としていた。子供を持つ高麗人の両親の中には、朝鮮語をもはや不要なものと考え、 朝鮮語の授業の廃止を要請する者もいた。しかし、インターナショナリズムを標榜するソ連当局は、これら一部の高来人の両親たちの訴えを、退けた。フルシチョフ及び、ブレジネフ時代、朝鮮語史、レーニンの騎士が発行され、朝鮮語で上演される、朝鮮劇場が、中央アジア各地を巡業した。よって、スターリン時代を除けば、 ソ連で朝鮮語が弾圧されたというのは事実に反する。ただし、社会的な圧力があったことは否定できない。ペレストロイカとグラスノスチの訪れとともに短期間の朝鮮民族復興運動が始まった。ソ連の各共和国には朝鮮民族協会が設立され、朝鮮語を学ぶ高麗人の若者が一時的に増加した。高麗人の知識人層の中では、 宴会衆への帰還運動も起こったが、実際に宴会衆に再移住したのは数千人に過ぎなかった。なお、彼らの話す朝鮮語は、ロシア語の影響を極めて強く受けた高麗語と呼ばれるものであり、本国の朝鮮語との会議は特に日常の話し言葉において甚大である。韓国、北朝鮮、延辺朝鮮属自地州で話される。 中国朝鮮語はどれもほとんど問題なく互いの意思疎通ができるが、高麗語や在日朝鮮語の場合は、意思疎通は無理ではないにしろ、かなりの困難を伴う。ありがとうございます。